伊賀谷千春は日本のアルペンスキー選手、実業家。日本人初の冬季オリンピックメダリスト。引退後は、あゆ保険会社で実業家として活躍しつつ、国際オリンピック委員会副会長など、オリンピックスポーツ関連団体での養殖を歴任した。いつも黒いウェアで競技をしていたことから、ブラックキャットとも呼ばれていた。 丸木橋を渡るトレーニングを行う伊賀屋千春伊野谷は、1931年5月20日、日本スキー界の草明けと言われる伊賀屋国夫と、日本初の女性ジャンパーと言われる伊賀屋帝氏の長男として、北海道、国後島で生まれた。1934年、伊賀谷が2歳の頃から、両親は伊野谷にスキーを教え始めた。伊野谷一家はより、 良い雪質の練習場所を求め、国知島を後にし、群馬県瀬田郡富士見村、長野県乗倉山麓、青森県浅虫、長野県志賀高原と住まいを転々とした。この間、父、国オスは、井野谷に対し、厳しく礼儀作法を押し付け、学業にも力を入れさせるとともに、スキーの英才教育を施した。そのトレーニングは厳しく、休日は朝から、 夕方まで練習をさせ、平行感覚を鍛えるために、丸木の一本橋を渡り続ける、原木に乗って、山の斜面を滑り降りるなどのトレーニングも行い、また雪のないシーズンでも、芝刈り、割りなど、何でもさせ、直径一尺もある立ち木を切り倒したり、ろっくりの山道を10巻の滝木を背負って登ることなどもさせて、体を鍛えた。加えて、スキーヤーは、 目が大切だと本と目の隔たり、頭の位置など毎日採点表につけ、両腕の力を平均させるため、お箸を交互に使ったりしたなど、日常生活の中にもスキーのトレーニングが取り込まれていた。伊賀谷は、この当時の厳しいトレーニングについて、オスロオリンピック初出場時のインタビューで、生まれ変わったらスキーをやろうとは思わないと10回し、著書でも少年時代は練習が 厳しすぎよい思い出がないと振り返っている。しかし、このような厳しいトレーニングが功を奏し、1943年11歳の時に前奏者として出場した神宮大会では優勝者より6秒早いタイムでゴール、振動、天才スキー少年と呼ばれるようになる。1948年に長野県で開催された国民体育大会でも優勝し、 オスロオリンピック代表に決定した。この大会における、井野谷の滑りは、日本ニュース戦後編第115号で見ることができる。伊賀谷千春伊賀谷千春オスロオリンピックを、約2ヶ月後に控えた1951年12月当時、伊賀谷は、銀座水のスポーツ支配人の田島和夫のもとに下宿し、都立大泉高校に通学していた。参考書を買いに行った帰りに、 銀座水のスポーツに立ち寄った伊賀屋を田島はたまたまその時来店していた顧客で保険会社 AIG の創業者であるコーネリアスバンダースターに引き合わせたスターは伊賀屋がオスロオリンピック日本代表でありながら練習環境を得られず東京に留まっていることに驚き猪谷と同じくアルペンスキー競技での日本代表となっていた水上久志と オーストリアのサンクト・アントンのスキー場にポケットマネーで派遣し練習を行わせた。また、イガヤらが欧州の選手らのものに比べて性能の劣る単材のスキー板を使っていたため、スターは欧州の選手らが使用している合板のスキー板をこれもポケットマネーで買与えた。1952年2月のオスロオリンピックでは、イガヤは格好、回転、大回転に出場。 黒いユニフォームを好んで着用していた伊賀屋は、マスメディアに、ブラックキャットと呼ばれていた。回転競技では、鬼門にスキーを引っ掛け、コースをはみ出してしまうミスがあり、結果は11位に終わった。格好では24位、大回転では20位であった。しかし伊賀屋は、自分と父、国オスが独自に研究していた、体重移動のやり方が、 欧州の競合選手らのやり方と同じであったことに気づき、技術面では日本も欧州も大差がないはずと自信を持ち、4年後のコルチナ・ダンペッツオ,オリンピックでのメダル獲得を次なる目標に定めた。オスロオリンピック後、イガヤはスターから全米アルペン競技選手権に招待され、2位に入賞する。イガヤはその後日本に戻り立教大学に入学していたが、 1953年、スターの支援により、アメリカのダートマス大学に留学し、勉学に励む傍ら、より良い環境で、スキーの練習を続けることとなった。ダートマス大学では、期末試験で全教科の平均点が60点を超えていなければ、課外活動に参加できないというペナルティがあった。そのため猪谷は、筋力トレーニングをしながら、教科書を読んだり、 スキーのコースを覚える、記憶力を高めるため、ノートを取らずに授業を受け夜に講義内容を書き出す、トレーニングを行ったりと、勉学とトレーニングを両立する様々な方法を考え出した。その結果、イガヤはスイスのアーデルボーデンで開催されたワールドカップにおいて回転競技で金メダルを獲得するなど、欧州の大会でも実力を発揮し、 注目を集める選手となった。コルチナ・ダンペッツ・オリンピック表彰式でのスティング、ソロンダー、トニー・ザイラー、イガヤ・チハルイ・ノタニはダーアートマス大学留学中、日本での競技大会などに参加できなかったため、全日本スキー連盟からは、日本代表入りを疑問視する声もあったものの、関係者の尽力により、コルチナ・ダンペッツ・オリンピック、日本代表に選ばれることができた。イガヤは格好、 回転、大回転に出場、格好では失格となったが、大回転では12位、そして回転では銀メダルを獲得した。このメダルは、冬季オリンピックで日本代表選手が獲得した初めてのメダルであると、共に欧州以外からの出場選手が、アルペンスキー競技で獲得した初めてのメダルともなった。1957年、イガヤはダートマス大学を卒業する。 その後も井ノ谷は競技を続け、1958年にオーストリアのバートがスタインで開催されたアルペンスキー世界選手権では回転で銅メダル獲得、大回転で6位入賞、複合で4位入賞という成績を残した。以外谷はその後の1959年、支援者スターの縁でアメリカンインターナショナルアンダーライターズに入社し、 スキー競技からは引退することを決意した。しかし、周囲の強い勧めもあり、また金メダルを獲得していないという心残りから、イガヤは、競技人生の最後に1960年のスコーバレーオリンピックに出場することとした。金メダルを獲得すべく普段よりも大胆な、レース運びをしたことが裏目に出た形となり、自分のペースを崩してしまったが、格好で34位。 開店で12位、大回転で23位という成績を残した。伊賀谷は、あゆのニューヨーク本社で2年間の研修を受けた後、1961年、あゆ日本社の障害保険部署大部長に就任した。伊賀谷は、ビジネスの世界に進むにあたり、45歳までにどこかの社長になることを目標としており、あゆに入社したのは、学罰や甘下りなどの影響のない外資系企業で、 あれば、その目標を叶えやすいと考えたためであった。当時、日本の消費者の間では、障害保険という概念自体が浸透しておらず、また戦前に加入していた保険が、第二次世界大戦の終戦とともに無価値になったという記憶もまだ新しかったため、愛ゆの商品は消費者に簡単には受け入れられなかった。伊賀屋は、消費者の間にあるアメリカ文化への憧れを利用し、 アユがアメリカの会社であることを強調してみたり、逆にアユのマニュアルの修正や日本固有の商品開発といった日本の消費者に合わせるためのローカライズに力を入れてみたりと様々な営業活動を行い、アユの商品の普及に努めた。こうした活動が評価され、1978年、イガヤは47歳でアユグループの会社である、 アメリカンホーム保険会社の社長に就任する。IOC での活動1980年、伊賀屋は当時国際オリンピック委員会委員を務めていた武田恒徳より、自らの公認として IOC 委員を務めてほしいという打診を受ける。アメリカンホーム保険会社社長として多忙を極めていた伊賀屋は、この打診を辞退するが、武田からの熱心な説得に折れ、 委員就任を承諾、1982年に IOC 委員に就任した。IOC 委員業務の負荷を理由に、イガヤがアメリカンホーム保険会社を退職したいと申し出たところ、あゆグループは井野谷の事情に配慮し、井野谷を退職させるのではなく、グループの別会社に移動させた。委員としては1994年の東京オリンピック準備のための研究。 評価委員会、第12回オリンピックコングレス準備委員会など、多数の委員会の委員を歴任した。開催地候補都市の評価を行う評価委員会は、井の谷の尽力により設立されたものである。1987年から1991年までと1996年から2000年までは、理事を務め、ドーピング問題への対応などに力を入れる。 2005年から2009年までは IOC 副会長を務めた。2011年12月、80歳定年制により IOC 委員を退任し、2012年から名誉委員に就任、同年、それまでの功績を称え、オリンピックオーダー現象を受賞する。この間、1998年の長野オリンピックの招致のため、 30カ国以上の IOC 委員を訪問するなど、奔走し、招致を成功させる。2020年の東京オリンピック招致についても、規則の変更により、IOC 委員訪問は認められなくなっていたものの、100カ国以上の IOC 委員に加電するなどの協力を行い、招致成功の一助となった。JOC での活動 JOC では2005年から2013年まで理事を務め、 2014年から名誉委員。その他スポーツ団体での活動1993年から日本オリンピックアカデミーの会長を18年間務めた。1994年に発足した日本トライアスロン連合の初代会長に就任し、15年に渡り同職を務めた後名誉会長に就任。1996年より 国際トライアスロン連合副会長に就任し、2008年に名誉委員に就任。2015年に世界トライアスロン連合ライフ部門入りを果たす。2003年の日本オリンピアンズ協会発足時より副会長を務める。2012年8月より東京都スキー連盟会長を務め、その後名誉会長に就任。2014年9月、日本障害者。 スキー連盟会長に就任。2014年より東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会顧問就任。第二次世界大戦直後の日本には外国のスキー技術の情報が伝わってきていなかったため、伊賀屋は父、国をすと共に独自にスピードの出る滑り方を研究していた。例えば、ターンの際の体重移動について、当時日本では曲がる。 側の足に体重をかけ、状態も曲がる側にひねるようにするのが定石とされていたが、イガヤはその体重移動では、スキー板の後部にずれが生じることを発見した。イガヤは、そのようなずれによる遅れを防止するため、あえて、曲がる側と逆側の足に体重をかけ、状態も曲がる側にはひねらず、逆側に残したままにしておく方法を開発した。オスロオリンピックに出場した伊賀は、 欧州の競合選手らも同じ体重移動を行っていることを発見し、自分たちの研究に誤りはなかったと自信を持つに至っている。その後もターン技術を磨き、コルチナダンペッツオリンピック出場の頃には世界トップクラスのターン技術を有していると称されるに至る。このようなターン技術の高さから回転競技を得意としており、アーデルボーデンでのワールドカップ金、 メダル、コルチナダンペッツオリンピック銀メダル、バートガスタインでの世界選手権銅メダルの他にも、1954年に、コロラド州アスペンでの全米大会で優勝、1955年から1957年まで、NCWA スキーイングチャンピオンシップスの回転競技部門を3連覇するなどの功績を残している。書籍論文多多数書籍アニメーション。ありがとうございます。